はいどうも、アバタローです。本日はスイスの哲学者ヒルティの眠られぬ夜のためにを紹介いたします。どんな作品かと言いますと、疲れ果てた心と体を癒し、安らかな眠りへと導いてくれる古典的名著です。就寝前に考え事をしてしまい、なかなか寝つけない方、将来の仕事について悩んでいる方、人間関係に疲れやすい方、今すぐリラックスして心を落ち着かせたい方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。睡眠不足、それは生活習慣病やうつ病の発症リスクを高めるだけでなく、集中力や判断力などを奪い、仕事、学業、スポーツといったあらゆる活動の質を下げる危険因子として知られています。そのような中、最近では多くの人が眠ることの大切さを再認識し、書店にも睡眠をテーマにしたものが数多く並んでいます。しかし、どれだけ知識や技術を学んでも、悲しいことや辛いこと、将来への不安や恐怖などが頭に浮かんでしまい、なかなか満足のいく睡眠が取れないと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、そのようなお悩みを抱えている方の心を穏やかにし、良質な眠りへと優しく誘ってくれる古典を紹介いたします。皆さんの睡眠の妨げとならないよう、難しい表現を避け、細かな編集も省いております。リラックスしながらぼーっと聞き流し、そのままお休みになっていただければと思います。それでは参りましょう。カール・ヒルティ、眠られぬ夜のために。さあ、まずはこの動画の全体像からお示しいたします。本来であれば前半に背景知識として著者について詳しく紹介するのですが、ヒルティは2度目の登場となりますので、今回は割愛いたします。カール・ヒルティという人物が世界三大幸福論の一つを表した哲学者であるということ、また彼は熱心なキリスト教徒であり、今回の作品はその信仰に根ざした内容になっているということ、そして本書は1月1日から12月31日まで毎日少しずつ読めるよう、日ごとに区分された短いエッセイ風の文章でまとめられており、一部と二部が存在しているということ、この3点だけ知っておいていただければと思います。そして今回の動画では、これら一部と二部の内容をもとに、最も良い安眠法、憂鬱さを取り除くシンプルな方法、人生の苦痛を和らげる処方箋という3つのテーマに沿って進めてまいります。さあ、では早速1つ目のテーマ、最も良い安眠法について見ていきたいと思います。では行きましょう。眠られぬ夜、それは耐え難い災いである。規則正しい睡眠は健康を保ち、苦痛を和らげ、心を元気にしてくれる。しかし、それが得られない時、長い夜は我々に様々な悩みを与えるものだ。心配事や悲しみ、将来への恐怖、体力も気力も萎えてしまっている時、それはまるで武装した兵士のように襲いかかってくる。これに抵抗することは困難であり、逃れることもできない。しかし、何ら救いの手立てを講じることなく、ただいたずらに嘆いているだけでは、心が苦しくなる一方だ。ならばこの長い夜を有効に使ってみよう。それが私からの提案である。さて、なぜ不眠が起こるのだろう。これについては一概に言うことはできない。病気や心配事が原因で眠れない人、休息の取りすぎ、不節制、あるいは昼寝のタイミングや長さが原因で寝つきの悪い人もいるだろう。そもそも睡眠とは何なのかという問題も、現時点ではまだ論争の域を出ていない難しい問題である。ただ経験上確かに言えること、それは、適度な眠りが人間の健康にとって必要であり、病気、特に精神に関わる疾患にとっては欠かすことのできない治療手段であるということだ。ただ不眠が人間にとって完全な害悪なのかといえば、必ずしもそうではない。例えば大きな喜びによって心が震えて眠れない夜、おそらくそれは人生最大の喜びの一つと言える。日頃怠りがちな内省のために与えられた静かな長い夜、これもまた自分の内面を進歩させ、より良い人生を手に入れる上で貴重な機会となる。眠られぬ夜の中で自分の生涯にとって決定的な洞察や決断を見出した人々が一体どれだけいることだろう。だから長い夜を過度に恐れたり不安に感じたりする必要はない。それはきっと神からの贈り物であり、あなたにとって意味のある時間なのである。不眠と付き合う上で一つ注意しておくべきことがある。それは自分と対話をしてはならないということだ。
なぜなら眠られぬ夜に自分のことばかり考えていると不安が募り、ますます眠れなくなるからである。そういう時は平安を与えてくださる神、あるいはあなたのことを愛してくれている人と語りなさい。心から信じている誠実な人間の言葉はきっと何よりの慰めとなるだろう。もしそのような助けが得られない時には良い書物に頼るといい。その際は全て読もうと気を張る必要はなく、その短い一節だけでも構わない。それがあなたの思考に刺激を与え、悩ましい物思いから気をそらし、慰めの泉へと導いてくれるだろう。しかしそのような心の清涼剤となるような一文を見つけることはそう簡単なことではない。だから私は眠られぬ夜にふさわしい穏やかで良質な思想をこの本に収めた。就寝前に難しい仕事に励んだり、無意味な社交や飲み食いなどをしたりして自分を興奮させるのはもうおやめなさい。良い思想を抱きながら夜の休息に入ること、それこそが一番の安眠法なのである。これから紹介する思想は全て私自身の経験に基づいたものである。眠られぬ夜、あるいは苦しいと思った時に読んでいただきたいと思う。はい、ここで止めます。なるほど、眠られぬ夜をただ悲観的に捉えるのではなく、自分の人生にとって大切な時間として有効活用しましょうと。またその際は自分に意識を向けすぎたり、難しい仕事で頭を興奮させたりせず、良質な思想に触れ心を穏やかな状態にした上で眠りにつきましょうというお話でございました。かつてローマ皇帝マルクス・アウレリウスは就寝前に日記を書き、その日の自分を振り返ることで自らの心を落ち着かせて眠りについていたと言われています。しかし人によってはこういった就寝前の内省が恐怖や不安を助長させ、かえって眠りを妨げてしまうこともあるのです。そこでヒルティはなるべく心のベクトルが自分に向かないようにするために、安心できる人との対話や良質な思想に触れることを提案したわけです。さあ、では続きを読んでその具体的な内容を見ていきましょう。世の中には2種類の人間がいる。こちらが幸福な時だけ愛想よく近づき、不幸になった途端に去っていくもの。そして大して愛想は良くないが、こちらが不幸になっても見捨てないものである。あなたの身の回りにいる友人が前者であるならば、深く関わることは避けるべきだろう。なぜなら彼らは真の友人ではなく、気晴らしの相手以外の何者でもないからである。もしあなたを侮辱する者がいるのなら、憎しみを抱くのではなく許しを与えることだ。なぜなら執念深い憎しみは相手よりもむしろあなた自身の心を汚すことになるからである。しかしそれでも許すことはできない。許すことはできても忘れることができないということもあるだろう。このような時は相手に中途半端な許しを与えるのではなく、自分に時間を与えなさい。復讐してやりたいと自らを煽らない限り、きっと時の流れがあなたの心の傷を洗い、やがて塞いでくれるだろう。また憎しみだけでなく他人への妬みも自分の価値を貶めるものとして注意しておく必要がある。人間のすべての性質の中で最も醜いものを挙げるとすれば、おそらくそれは嫉妬心だろう。自分自身が妬む気持ちを持たぬことも、他人の妬みを刺激しないことも大切なことだ。相手が持っていないものをわざわざ見せびらかしたり自慢したりする者がいるが、そんな他人の嫉妬心を煽るような振る舞いは控えるべきだろう。そして人間の性質の中で最も危険なもの、それが虚栄心である。対人関係において自分を実力以上に見せようと上辺ばかりを飾ろうとすることほど有害なものはない。なぜならどんな人間であっても他人の虚栄心を嗅ぎつける正確な本能を持っているからだ。虚栄心があるか否かで付き合うべき人間かどうかを相手から見極められている。そのことを我々は常に肝に銘じておくべきだろう。だが嫉妬心と虚栄心を克服できたとしても、それで安心するべきではない。なぜならそれら二つが消え去った後には人間軽蔑と傲慢という新たな敵が現れるからである。はい、ここで止めます。なるほど、最後の方で嫉妬心と虚栄心を克服できても次に人間軽蔑と傲慢が現れるとありましたが、ちょっと抽象的でイメージしづらかったでしょうか。
要するに羨ましいとか見栄を張りたいといった気持ちもなくなり、自然体で生きられることは喜ばしいことなのですが、ご存知のようにその境地にたどり着ける人は多くはありません。むしろ世の中の少数派なのです。となりますと、嫉妬心や虚栄心を克服した少数派の人たちは、まだそれらを心に宿している多数派の人を見た時にどんな気分になるでしょうか。そうです、軽蔑したり、そういった人にまみれた社会を見下したい気持ちに駆られてしまうのです。そこでヒルティは、嫉妬心や虚栄心を克服することは素晴らしいけれど、だからといって人や社会を軽蔑し、自分は特別なんだといった傲慢な態度は取るのはいけませんよね、とそのように言っているわけです。ただ彼が世の中の全てを肯定的に見ているかというと、もちろんそういうわけではありません。ヒルティによれば、人間社会は嘘にまみれていて、その中でうまく立ち回るにはいくつかの注意点があるようです。さあ、では続きを読んで確認してまいりましょう。真実を語ることはとても難しい。どれだけ言葉を注意深く選び、真実を語ろうと努めたとしても、それはたやすいことではないのだ。なぜなら、我々の生きる社会自体が嘘にまみれた世界だからである。その中で生きている人間たちは、何の悪気もなく嘘をつき、真実ではないことを口にしていることを、あなたは知っておかねばならない。他人の嘘を見破ること、それ自体は、それほど難しいことではない。何より問題なのは、たとえ間違った情報でも、それが自分にとって都合が良いと、真実だと思い込んでしまうことにある。したがって、今日の社会に生きる我々に最も必要なのは、嘘と真実を見極められる、ある種の本能と言えるだろう。特定の組織や団体のプロパガンダ、意図的に作り出された世論などに巻き込まれてはならない。その中の大部分は、翌年には消えてなくなる儚い存在であり、できる限り距離を取っておいた方がいい。特にこれから社会に旅立とうとしている若き人々よ。あなたたちは、くれぐれもマスメディアの情報や、そこでたびたび称賛されている人間たちの言動には惑わされないことだ。彼らは良くないことや正しくないことであっても、世間の注目が集まることであれば、平気でそれを拡散してしまうものなのだ。また人間の経歴なども、見せかけだけの幻に過ぎない。その美しい飾りによって、覆われた真実を誰も見ないし、また見ようともしないだろう。ただ時折、何らかのトラブルをきっかけに、薄皮が裂け、内側に隠された真実があらわになるのである。自分の頭で物事を考え、自分の意見を持つ人の数が増えていけば、どれだけ世界は良い方向に進むことだろう。自ら考える人は、自分の意見の誤りを指摘されたとき、それが正しければ素直に認め、納得するものである。しかし自ら考えず、他人の意見ばかりを参考にしている人は、真っ当な議論をして、解き伏せることもできないのだ。かつてイギリスの哲学者ジョン・ロックはこのことについて次のように言っている。間違った意見というものは世の中にはそれほど多くはない。なぜなら大抵の人は意見を持たず、他人の意見や世の中の噂話で満足しているからである。はい、ここで止めます。なるほど、真実を語ろうにも語れないほど人間社会は嘘にまみれていますと。その中で騙されずに生きるには、普段から自分の頭で物事を考え、自分の意見を持っておく必要があるんですよ、というお話でございました。ご存知のように、今日の社会ではネットを介して誰もが情報を発信できる時代になりました。そのような中、最近では特定の政治思想への誘導、SNS 上での注目集めなどを目的とした偽の情報やフェイクニュースの拡散などが問題となっています。そこには医療や健康といった命に関わるものもあるため、安易に信じてしまうことは危険ですし、また過度に不安を煽られてしまうのも精神衛生上好ましいとは言えません。実際に病気ではないのに、あまりに健康を気にしすぎて病気不安症という疾患にかかってしまう方もいると言います。実はこの問題についてもヒルティは本書で触れており、次のように語っています。現代の教養ある人々に見受けられる最も嘆かわしい現象、それは健康を過剰に気にすることである。どんな関心よりも健康を維持することへの関心が強い人がいるが、それは極端である。確かに健康は疑いもなく良いものだが、それは最高の善ではない。なぜなら世の中には病弱であっても健常者以上に良い仕事をする人、病弱だからこそ底知れぬ力を発揮する人がいるからである。
また自分のやるべきことに集中していると気づいたら気分の悪さが消えてなくなるということも珍しくないのである。はい、ここで止めます。要するにヒルティは人間関係にせよ将来のことにせよ健康のことにせよ結局気にしすぎが良くないんですと。いろんなことに神経質になって思い悩んでいたら寝られなくなって余計に具合が悪くなるので気をつけてくださいねと、そのように言っているわけです。とはいえ頭では分かっていてもそれでも細かなことが気になって仕方がないという方もいらっしゃると思います。さて、このような場合はどのように対処すればよいのでしょうか。先に結論から言ってしまいますと、自分に合った仕事をしましょう。これがヒルティの出した答えになります。ではなぜ不安を吹き飛ばす上で仕事が重要な役割を果たすと彼は考えていたのでしょうか。さあ、というわけで2つ目のテーマ、憂鬱さを取り除くシンプルな方法に進み、その真意を探っていきたいと思います。では行きましょう。この世で最も不快なもの、それは退屈である。仕事とはいわばそれを取り除く手段であり、幸福な生活を送る上で欠かせないものだ。もしあなたが憂鬱であったり不安であったり機嫌が悪かったりするときは、すぐに自分の仕事に取り組むといい。それができにくい状況であるならば、他者に喜びを与えるような行動をとるといいだろう。多くの人は陰鬱な気分を過激な気晴らしによって解消しようとするが、今伝えた手段はそれよりもはるかに有効なものである。はい、ここで止めます。まずここで注目したいのは退屈というキーワードです。退屈というのは何もすることがなくて不快であるという主観的な感情や状態のことを指しています。似たような概念に暇という言葉もありますが、これは時間が空いていて何もする必要がない状態のことであり、厳密に言えば退屈とは意味が異なるものになります。つまり人間は何もすることがなくて不快な退屈状態に置かれると想像力が活発に働き、余計な不安、恐怖、怒りといった感情が湧いてきてしまうのです。そこでヒルティは仕事をすること、あるいは誰かを喜ばせるような活動をすることによって退屈を克服することを提案したわけです。とはいえその仕事や活動自体にやりがいや面白さを見出すことができなければ、逆に苦しみを強めてしまうような気もいたします。これについてヒルティはどのように考えているのでしょうか。さあ、では続きを聞いてみましょう。あなたが本当に欲しいもの、願っている理想の状態とはどんなものなのだろう。眠られぬ夜ではなく、あなたが本当に落ち着いた時に自分自身に尋ねてみるといい。働くこともなく朝から晩まで遊びほうける生活を望んでいるのだろうか。だとしたらそれは幻想であると認識し、今すぐに目を覚ますことである。あなたにとって心が晴れやかで落ち着きを持って続けられる仕事や生活とは一体どんなものなのだろう。特別な才能や条件に恵まれた人だけでなく、誰もが努力次第で手が届く範囲の現実的な状態をイメージし、まずはそれを目標にするのだ。世の多くの人々は自分が本当に欲しているものを理解していない、いや真剣に考えることすらしていないのが現実なのだ。中には明らかに叶わぬ夢のような望みを抱き、貴重な時間と体力を消耗して人生を終わらせてしまう者もいる。そうならないためにも、あなたは自分の性格や力量などをよく理解し、それにふさわしい道を焦らず辛抱強く歩みなさい。そうすればきっと満足のいく人生になるはずだ。ではローマ皇帝マルクス・アウレリウスが自省録という日記に記した最も美しい言葉を贈ろう。絶えず何かしら人々の役に立つものであれ、何にも恐れず何にもせかされず、いつも悠然と構えていることをお前の楽しみとせよ。そして神聖なるものへの祈りを忘れるな。はい、ここで止めます。人間はどれだけお金を手にしあらゆることをし尽くしたとしても決して満足しないというのは古代ギリシャ、ローマの時代から言われ続けてきた最も重要な教えの一つです。アウレリウスが言うように、自分以外の誰かの役に立ったり喜ばせたりするような活動がなければ自分の存在価値も認識できず、いつまでも退屈という不快な状態から抜け出すことはできないのです。ですから仕事を選ぶ際は何が手に入るかといった条件面だけに注目するのではなく、自分の性格、能力、
価値観などと照らし合わせた上で、自分がそこに意義を見出せるかどうかをよくよく見極めなければならないというわけです。ただ自分の存在価値を認めてもらいたいがために、頑張りや成果を周囲に過剰にアピールすることは逆効果になりかねないと、ヒルティは次のように注意を促しています。人間は時折自分のできる範囲以上のことをしたがり、しかもそれに対する感謝も求めたがるものである。自分でできる仕事は自分の力でやり遂げる。これも大切なことではあるのだが、他人からの感謝を諦めることもまた我々は学ばねばならない。これだけのことをやったのだから、その分だけの感謝をしなさいというのなら、それは一種の快楽を求めているに過ぎない。例えば今あなたの目の前にあからさまに褒めてほしいとか承認してほしいという雰囲気を醸し出している人間がいたとする。この時あなたはその人物に対して称賛を送りたいだろうか。いや、きっと強い抵抗感を覚えるはずである。むしろそういった世間からの評価に無頓着で、自分の道を懸命に生きているような人物にこそ大きな称賛を送りたいと思うのではないだろうか。はい、ここで止めます。なるほど。つまり自分の中でこの仕事には意義があるのだという確信があるのなら、特に見返りを求める必要はなく、ただ黙々と邁進すればいいわけです。その際に重要になってくるのが、本書に頻繁に登場する愛というキーワードです。ここでの愛とは、人からの見返りや称賛を期待せず、ただ与えることを意味しています。つまりどんな仕事にせよ、活動にせよ、愛を持って取り組むことが大切なのだというわけです。その上でヒルティは愛について次のように語っています。この世界に愛がなければ、人は皆人生に疲れてしまうだろう。また生きることも、人間と付き合うことも嫌になってしまうに違いない。しかし愛とは、人間が生まれながらにして備えているものではないのだ。生涯をかけて修練し、自らの努力によって身につけるべき能力、それが愛なのである。愛することができるということは、すなわち人から愛される人間になるということだ。ただ何より重要なことは、愛の実践があなたを一人の人間として強くし、精神を活気づけるということである。愛の習得は一筋縄にはいかないが、どんな学問や芸術よりも優先度の高い人生の最終課題なのである。はい、ここで止めます。このようにヒルティは愛の習得の難しさとその必要性について訴えたわけですが、残念ながら本書には具体的な方法論までは紹介されていません。この点について興味のある方は、以前紹介したエーリッヒ・フロムの愛するということをご参考にしていただければと思います。さあ、ここまでよろしいでしょうか。では次で最後です。3つ目のテーマ、人生の苦痛を和らげる処方箋に進んでまいります。解説を加えず読み上げて終わりますので、そのまま就寝していただければと思います。では行きましょう。小さな不幸に出くわした時、それを大ごとのように捉え、不平や不満を言いたくなることがあるだろう。しかしそれは人からの同情を得られないばかりか、さらなる大きな不幸を呼び込む種になるものである。どんな人間の生活であれ、避けがたい困難や苦しみはある。大切なのは、その困難とどう向き合い、どう乗り越えたかなのだ。苦しみをできる限り早く取り除こうとすることも、ただ耐えようとすることも、いずれも正しい態度ではない。誰もが経験する苦悩、それはいわば種まきの時期のようなものだ。どうやってこの苦しみを自分の人生に有効活用しようかと、冷静に思考を切り替えるのである。そのように過ごしていれば、いずれあなたのもとには祝福の恵みがもたらされるだろう。苦しい出来事に遭遇した時の心がけは、まずその中に感謝できることはないかとよく考えてみることだ。もしそこに一つでも感謝に値する事柄が見つかったのなら、そこに意識を向け率直に感謝するといい。そうすれば少しずつ心も落ち着き、次にやるべき行動も見えてくる。もちろん今言ったことはすぐに実践できる必要はない。日々心がけ練習していれば、きっと良い習慣として身につき、人生の苦痛も和らいでくるだろう。また本当に苦しい時期をやり過ごすコツは、将来のことや過去のことをあれこれ深く考えないことだ。様々な計画に手をつけることも、過去のことを振り返り思い煩うこともやめておきなさい。その代わり自分の手足をよく動かし、今自分がやるべき仕事に一生懸命取り掛かることだ。やるべきことに集中していれば、
無益な期待も抱かなくなり、余計な苦しみも自然と消えていくだろう。またそうしていると、ある日突然、思いもかけないようなチャンスや心の変化が訪れるものなのだ。あなたに覚えていてほしいのは、どんな人生にも実りある豊かな季節もあれば、寒さに耐え新しい力を蓄えるための季節もあるということだ。思うようにいかない日々を恨みたいこともあるだろう。しかしそれは神から与えられた休息なのだと捉え、感謝して受け取ればよいのだ。誰の人生もスタートからゴールまで順風満帆ということはない。時にゆっくり進んだり、時に立ち止まったりしているものなのだ。焦らずゆっくり進めばいい。私も長い人生を振り返ってみた時に、最も良い思い出として心に残っているのは、なぜか苦しかったことばかりだ。今は不安で仕方ないかもしれない。だが、その嵐が過ぎ去った時、あるいはそれを乗り越えた時、きっとあなたは新たな自分へと成長を遂げているはずだ。そしていつの日か、人生の最も良い思い出としてそれを心に刻むことになるだろう。はい、というわけで眠られぬ夜のために以上でございます。いかがでしたでしょうか。ご参考までに、ヒルティの幸福論やフロムの愛するということの動画も概要欄に貼っておきます。ご興味のある方はお時間のある時にチェックしていただければと思います。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価、コメントなどいただけますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。